はるかさん、すみません。ちょっといいですか？何ですか？低層階済みのママさんが、何のよ？はるかさんのところのカイ君のことなんですけど、今日別の階で遊んで散らかして、おもちゃをそのままにして、ゴミも捨てたりして帰ったみたいなんです。注意してもらっていいですか？他の入居者さんも見かけて、注意したみたいなんですけど、いなくなっちゃったみたいなので。はぁ？そんなのよく私に言えるわね。私が何階に住んでるか知ってるの？知ってますよ。22階ですよね。カイ君、6階で遊んで散らかしてたみたいなので、勝手に自分の住んでない階に行くのはやめるようにと、あと散らかしたものは片付けるようにしてくれますか？信じられない。私も信じられないですけど、実際にカイ君がやったことなので。何言ってるの？私が信じられないのは、あなたのこと。え？私ですか？私何かしましたか？そうやって私に指図してることが信じられないって言ってるの。そんなに偉そうなこと言える立場だと思ってる？あなた、低層階に住んでるでしょ。二階ですけど。二階なんて最下層じゃないの。そんなの子供のしたことだし、低層階は高層階済みに文句言えないはずでしょ。余計なこと言わないでくれる？不愉快だわ。いえ、そんなルールはないはずですよね。低層階でも高層階でも関係ありません。自分の関係ない階には、よほどのことがない限り立ち入らない。これがルールだったはずですけど。だから何？子供のしたことでしょ。そうですけど、だからこそ保護者の方に連絡してるんですよ。注意してもらえますか？本当に偉そうね。低層階のくせに。二階済みのあなたがうちの子に文句言えると思う？文句じゃないですよ。注意をお願いしてるんです。それに、本当にうちの子かどうかもわからないじゃない。私たちママ友が各階にいますし、それに映像も確認しました。何ですって？それはプライバシーの侵害でしょ？訴えてやる！こっちは大げさなことにしたいわけじゃないんですよ。ただ、息子さんに伝えてほしいだけです。あなたね。私にそんな態度取ったこと後悔するわよ。低層階のくせに私に盾つくなんて。うちの階が何をしてもあなたには関係ない。私はのびのびと子供を育てたいんです。低層階のあなたには無理かもね。予算不足でしょうしね。はあ、もう何でもいいんですけど、ママ友同士の仲がピリピリするのも嫌なので、カイ君の行動に少し注意を払ってもらえると嬉しいです。それじゃあ、よろしくお願いします。失礼します。みさこさん、今家にいますか？さとみさん、こんにちは。今はちょっと出かけてるけど、どうしたの？何かあった？さっき、義両親から送られてきた桃のお裾分けに行こうと思って、みさこさんのお部屋を訪ねたんですよね。でも、そしたら、そこにカイ君たちがいて。え？ペンキでドアに落書きしてたんですよ。これ、落とせるかしら。かなり周りにも飛び散ってるし。本当に？今すぐ戻ります。カイ君がやってたの？私が見た時は、カイ君が一人で落書きしてて、周りの子たちは戸惑ってるみたいだった。気になったのが、ペンキなんだけど。どうしたの？多分、このペンキ、5歳児には自分で準備できないと思うし、はるかさんが準備したんじゃないかな。え？本当に？私の憶測だけど、5歳児に、水とペンキを混ぜて、こうやって準備できると思えない。大人が作って持たせたとしか思えないんだけど。わかった。すぐに戻って確認しますね。連絡してくれてありがとう。それと、困ってることがあって、
またそれも、はるかさんのことなんだけどね。はるかさん、他にも何かしたの？はるかさん、どういうつもりですか？何が？私の家のドアに落書きさせましたよね、カイ君を使って。何言ってるのよ、そんなの知らないし。うちにペンキで落書きされてるのは事実です。カイ君がやってるのを見たっていうママ友の証言もありますけど。じゃあ聞いとくわ。私は真面目に言ってるんです。ちゃんと今すぐ確認してくれませんか？こちらからそっちの部屋に行った方が早いですか？来なくていいわよ。低層階の人が来たら空気が汚れるわ。はあ？確かにカイが落書きしたかもしれないけど、だから何？子供のしたことなんだし文句言えないでしょ。タワマン低層階の私を見下してるのは仕方ないとして、子供を使ってドアにペンキで落書きまでさせるなんて、さすがにやりすぎだったんじゃないですか？高層階済みの私が、あなたとママ友になってあげてるのよ。あなたはまずそのことに感謝すべき。意味がわかりません。カイ君にちゃんと言って聞かせるのも保護者であるあなたの役目では？というか、はっきり言ってください。これわざとですよね。はあ？何のこと？わざとペンキをカイ君に持たせたんでしょ？じゃないと、わざわざカイ君がそんなことしないわよね。5歳児に一体何させてるの？子供がやることって予測できないことも多いよね。話聞いてる？それに、他のママ友からも苦情が来てるの。カイ君が一緒にいたずらしようって言ってくるって。それで、ママ友さんが注意したら、ママはいいって言ってるよって言われたって言ってるんだけど。うちは、一番の高層階なのよ。ほぼ最上階なんだし、あんたら低層階の奴らは私と階に従っておくしかないでしょ。はぁ？本気で言ってんの？今回のことも悪くなかったって？うるさいな。謝ればいいの？うちの子がドアにペンキで落書きしちゃってごめんね。タワマン低層階は高層組に何されても文句言えないから。賠償金払って出てけ！え？あんたにはもう我慢ができない。子供を利用してそういう卑劣なことをする人間は許せないわ。何言ってんのよ。私は22階の住人なのよ。そんな態度取っていいと思ってるの？思ってます。はあ？浮かれるマウント女のあんたに私の正体を教えてあげるわ。私はこのタワマンのオーナーなんだよね。え？だから入居者については私の判断で決めさせてもらう。あなたはこのマンションのルールが守れないみたいだし、器物破損も子供を利用して繰り返してる。賠償金払って今すぐ出て行ってください。ちょっと待って。何？え？美佐子さんがタワマンのオーナー？笑わせないでよ。そんなの冗談でしょ？なんで？なんでって、そんなわけないじゃん。タワマンのオーナーって金持ちなわけだし、そんな低層階に住んでるわけないし。2階はフロア全体が私たちの家と管理室だけど。え？管理室と自宅を一緒にするために2階を改装して自分たちの家にしたの。高層階にこだわりはないし、私の夫は高所恐怖症だし、まさか階数でここまで見下されるとは思ってなかったけど。あなたはもう出て行ってもらいますから。待ってください。本気で？わかったらさっさと旦那さんに連絡して。こっちからも連絡しますけど、奥さんのあなたから事情を説明した方がいいんじゃない？出て行けって、本当に言ってるの？こんな簡単に入居者を追い出せるわけないでしょ！はったり言ってんじゃないわよ！はったりでも何でもないけど、あなたは共用部の備品を子供が壊しても謝罪もせず、修繕もせず。今回に至っては、わざと子供にペンキを持たせて、うちに落書きするように指示出したでしょ？そんなの許されるわけないわよね！え？じゃあ、これ、
本当のやつ？私たち出て行かなきゃいけないの？私、何も間違ったことは言ってないはずですが、マンション規約にも明記してあるし、言い逃れはできませんよ。え？マンション規約って何ですか？そんなの見たことないし、デタラメでしょ？入居者全員に確認の上サインしてもらってますけど。え？言い逃れしようとしても無駄。逃げられないから。旦那さんにも今晩連絡を入れておきます。規約違反で退去を通告しますから、今月中に出て行ってくださいね。ちょっと待って、そんなの無理。出て行けるわけないでしょ。私は出て行きたくなんてない。せっかく憧れのタワマンで暮らすことができたのに、なんでこんなことで邪魔されなきゃいけないの？邪魔っていうか、自業自得でしょ？自分で子供を使った悪事を働いたんだから。そういうつもりじゃん。あなたがどういうつもりだったかなんて聞いてないの。私はこのマンションのオーナーで、規約にのっとって判断してるだけです。あなたには数々の迷惑行為で困らされてるし、速攻でこのマンションから叩き出させてもらいますね。ひどすぎるじゃない。私たちママ友でしょ？ここまでひどいことしなくていいんじゃない？それに、私が指示したっていう証拠もないし、カイがやったっていう証拠もないよね。証拠ならあるけど。え？前にも言ったけど、映像に残ってるから。私には、マンション内のカメラにアクセスする権利がある。カイ君がやったっていう証拠は十分あるし、他のママ友が、あなたから私に嫌がらせ一緒にしようという誘いを受けたっていうのも聞いてます。え？そんなの嘘だよ！私はそんなこと言ってないし！それはスクショで LINE を見せてもらったから、それも言い逃れはできません。これ以上、このマンションを混乱させるのはやめてください。せっかく高層階に入居できたのは残念だけど、今月末には出て行ってもらいますから。それまでは問題起こさないでくださいね。今月末なんて急すぎる。旦那にバレたら切れられる。もし退去までに問題を起こしたら、今度は迷わず警察を呼びます。え？警察？退去後にも何かしてくるようであれば警察に相談しますし、これ以上は関わらない方がいいですよ。待って、そんな、私が何をしたっていうのよ。それとカイ君が破損した6階の壁と、ペンキでめちゃくちゃにしたうちのドアと外の壁、かなりの高額になると思いますけど、修繕請求させてもらいます。そんな、家を追い出されてさらに修繕費なんて、ごめんなさい、許してください。自業自得だから仕方ないですよね。じゃ、またタワマンに住めるといいですね。でも、二度とうちには近づかないでね。事情を知ったはるかさんの旦那さんは、激怒を通り越して呆れ果ててしまったのだそうですよ。退去を求められた上に高額修繕費を払う羽目になり、旦那さんははるかさんに愛想を尽かしてしまい、離婚を要求して別居生活を始めたのだとか。カイ君は旦那さんに引き取られてしまったようです。旦那さんに隠れて家賃滞納したこともあったようで、それも全額請求されて絶望したはるかさん。悪いことをすると自分に返ってくるのだと身をもって知ることになったのではないでしょうか。